それはいつもの帰り道不意に口聞かせてる。私もやってみようと思う。は？私さ、何もないから。逆にそういうのもありかな。勝手にそんなの。勝手じゃない。勝手なのはみんなだよ。ヤッハロー、今日は依頼人を連れてきたよ。男ってのは単純なんだよ。話しかけられただけで勘違いするし、だから美味しくなくたっていいんだよ。あの事故がなくても俺多分ぼっちだったし、気にして優しくしてんだよ。そんなのはやめろ。事故がなかったって、キキは私を助けてくれたよ。そんでこうやって一緒に花火行ったと思う。きっと私は